シェリル・ラッドはアメリカ合衆国の女優、歌手である。1976年から1981年にアメリカ ABC で放送されたテレビドラマチャーリーズ・ウェンジェルでシーズン2から起用されクリスマンロー役を演じたことで知られる。シェーンなどで知られるアラン・ラッドの息子、デイビッド・ラッドは元夫で、二人の間に生まれたジョーダン・ラッドも女優である。 1979年に離婚後も、ラッド生を名乗った。1981年に、レコードプロデューサーのブライアン・ラッセルと再婚した。サウスダコタ州ヒューロンに生まれる。父は、シカゴノースウェスタン鉄道の機関士で、4人兄弟の次女。姉、メリーアン、弟、ブライアン、セス。7歳の時にダンスを習い始め、スターを夢見た。母親だけがたった一人、 彼女の芸能界入りを応援した。以後、ダンスと歌を熱心に勉強し、ハイスクール時代には夏休みにプロのバンドに参加して全米ツアーをした。卒業と同時にツアーに積極的に参加。ハリウッドでバンドと別れ演劇学校に入学した。初めての仕事はチェリームーアの芸名でアニメーション。 ドラドラ子猫とチャカチャカ娘のメロディバレンタイン役の歌唱担当。その後、CM や雑誌のモデルを経て、テレビ界からも出演依頼が来るようになった。1976年から ABC で放送が開始され人気番組となっていた、チャーリーズ・ウェンジェルシーズン2へのレギュラー出演を、ファラ・フォーセット・メジャースが拒否したため、ファラの妹役のオーディションを受け合格し、 レギュラーに加入。最終のシーズン5まで出演した。身長163センチメートルと、欧米人女性としては小柄ながら、抜群のプロポーションと健康的な笑顔で、日本でも人気となり、CM にも起用されている。1998年の TB 映画、チャットルーム、インターネット美少女誘拐事件では、ジョーダン・ラッドと親子で共演している。 日本語への吹き替え版は小山真美がほとんどを担当している。以下は日本で発売されたもの。以下は日本で発売されたもの。ありがとうございます。